こんにちは、ヘビノの古澤です。早速今回からリールのカスタムパーツについて紹介していきたいと思います。とはいえどんなパーツがあるのかって実際そんなにはわからないじゃないですか。ですので今日はまずどんなメーカーさんがあるのか、そこから紹介していきたいと思います。ではですね、一発目、このヘッジホックチャンネルという、名前にもなっているヘッジホックさん。ヘッジホックさんはですね、こういった、ボールベアリングとか、リールのキャップとか、そういったものを総合的に作っている、メーカーさんになります。で、続きまして、アベイルさん。アベイルさんはですね、特にスプールが有名ですかね。ベイトフィニスなんかのための、超軽量なスプールを作っていたりします。そして、リブレさん。リブレさんはハンドルが特に有名ですかね。軽量なハンドルだったり、純正のハンドルより、強いものを作ったりしています。そしてですね、GPI さん。GPI さんも見たこと、聞いたことある方多いんじゃないかな。結構ロドリとか、ルアマガさんなんかにも広告出したりしたりするので、見たことある方多いと思います。GPI さん。で、次はですね、スタジオコンポジットさん。これですね、こういったパワーハンドルだったり、ベイトフィネスよりもどっちかというとパワー系の、パーツ作ってることが多いメーカーさんになります。そしてですね、次、ドライブさん。あんまり聞いたことない方もいるんじゃないかなと思うんですが、このように、ドライブさんもこういったリールの、ハンドルを作っています。そしてですね、これは、カスタムパーツメーカー専門の会社さんじゃないんですけども、SLP さん、スポーツライフプラネットさん、ダイワーさんの、系列の会社さんですね。ここもこういったノブだったり、そういったパーツを作っています。そしてダイワーさんがあるぐらいなので、もちろんシマノさんもあるんですけども、シマノさんは、夢屋というブランドで、こういった、ノブだったり、そういったカスタムパーツをシリーズ展開しています。あとはですね、パーツというか、オイルなんですけども、 iOS ファクトリーさん、こういったところはですね、本当にリール専門の、高機能なオイル、リールオイルを作っています。で、まだまだ他にもですね、KTF さんとかオーシャンマークさんとか、あとドレスさんとかあるんですけれども、大体日本で10社、20社はないぐらいなんでしょうかね。そういったメーカーさんがあるので、今後これらのメーカーさんの中から、いろんなパーツを紹介していきたいと思います。楽しみにしててくださいね。